こんんにちは、速化塾の久保です。す。吉田さいいつもメッセージありがとうございます、まあ、今回はね、こういう風な形で、台風の影響といえば影響ですよね。台風で JR が止まったんで、私はあ心ならずも途中下車して、まあ名古屋という素晴らしいところでね、止まって、あ一日す,すごいいい思い出になるかなと思ったら、ズテーンと転んで、大怪我をして、痛い目を見たということでね、あんまり楽しめなかった状況ではあったんですけども、でもね、 あの深夜救急車で、えー、病院の方にかすり込まれたらあ病院にも結構深夜働いてる人がいるんだなっていうのとあと名古屋医療センターにお世話になったんですけどもこうやってね、えー、レントゲンの CD を頂い,いて自分でも自己診断できますし今回はね脱臼についてまた知識と見解が深まったかなということで動画もですねもうすでに10本ぐらいこの <laughs> 脱臼について上げてるわけなんですよ治療方法とかね、うん、かなり良かったなと思いますよね災い展示で福となすではないですけどもで今回さらにですね この台風に関連して JR に関連していかにですねそのメディアリテラシーとかネットリテラシーってものが人生を分けていくのかっていう話をしようかと思いますまず一つなんですけども途中下車をするときにえ私はねえ静岡から広島までのチケットで乗車したわけなんですよでも名古屋で泊まったんで名古屋から広島までの払い戻しがあるよっていうふうに下車してえ駅員さんにご案内を受けたんですよで払い戻しの列はあれですよって言ってみたら 多分ね2時間ぐらい並ぶ名古屋駅の列ができてるんです、ドバーッと。で、職員さんは3人ぐらいで払い戻しの計算をしてたりとか、現金を渡したりしてたんですよね。で、えー、そのぐわーっと並んでる列の人も、スマホを片手にね、あちこち連絡したりとかっていう方でもう並んでるわけですよ。これ見た瞬間、私、並ぶ気、失せましたよね、なんだこれゃと。ほんじゃあ、もう払い戻しいらないから、もう並ばないよ、もうさよならとかね、そのぐらいの気持ちだったんですよ。でも、ふと気づいたんですよ。いいいいやでもも払い戻ししってて別に今日しなくてもいいよねと でましてやこの駅でしなくてもいいよねと。だからなんか1週間後かねまあわかんないですけども23日後に自分の地元のスカスカの <laughs> 私のね町の、えー、緑の窓口で交換しても同じ金額振り出されるわけじゃないですか。ああだったら並ばなくていいやと思ったわけですよねチケットだけ大事に持ってようと。うん、でこういう考え方って他の方ないんですかねあえってブワーって並ぶ方。どうしても今日 欲しいんですかね1分1秒争ってっていうことがまず1点目ですよねなんでなんだろうなとこれは今日お金もらわないと何か損でもすんのかなとで並んでるうちに時間どんどん過ぎちゃうじゃないですか時間が過ぎれば今度の心配事っていうのは宿泊施設が他の方に先に取られていてなくなってしまうってことだと思うんですよ緊急で名古屋駅で泊まりましたから多くの方が1泊を余儀なくされてると思うんですよじゃあその1泊をする時に当然ですけどもホテルを検索しないといけないですよね でホテルに行くときにじゃあもうね行ったらもういっぱいですみたいなところが多いわけですよで私の場合はブッキングドットコムでパパパッと調べるとあ半径1キロ以内にあの20件ぐらいあるなってことを気づいたんでどこにしようかなって感じでねラン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 みたいな感じでその場で、あのー、まだ解説も出ないうちに予約が完了するわけですよそれこそ電車を出て行列を見てあーもうあとでいいや払い戻しはみたいな感じでねで出ていくうちにもうね予約完了してるんですよ、うん、でここまでの作業に 他の方は、あ,あ何時間かけるんだろうみたいな感じですよね。いやー、奇妙だなと思うんですよ。で、もう一つはですね、私が翌日なんですけども、帰り道です。えー、名古屋から私のね、住んでるところまで、えー、まあ、新幹線で帰るわけなんですけども、新幹線のこのチケットがね、またね、ワンサと並んでるんですよ。ワンサと並んでるうちに、並んでる上に、もう席がなくて、自由席はもう満,満員ですとかね。 もう立ち見になります。立ち見じゃないわ。もうい,いっぱいだけども、譲り合って座ってくださいとかなってるわけなんですよ。通路の方にも、まだお立ちいただきますみたいなご案内されてるんですよ。で、それを見て私は思うんですけども、まず一つは行列です。同じです。スマホで予約すればいいんですよ。ご予約サービスってあるんで。だから、ブーブブってね、これで予約して、で、誰も並んでない券売機でチケットを受け取る。その間、5分です。でも、他の方は、2時間待ちでやってますよね、またね。 うわよく並んでるなと緑の窓口は入場制限まで行われて、えー、もういっぱいさばいてるわけですよで窓口5個しかないんでじゃあ5個にね数百人っていうのが並んでるんですよこれよく並ぶなと思いましたよねいやこれスマホで予約してチケットを券売機で取ったらもう終わりじゃんみたいな思ったんですけど変わってるなあと思いますよねでもう一つがですねじゃあスマホで検索するのはいいけどもおチケットはもうね 自由席が取れないと指定席もいっぱいだっていうアナウンスがある中でどうするんだって話ですよねじゃあ自由席のチケットを取って、えー、自分がね、あのー、客室のもう空いてるところに立って移動するってことを余儀なくすられるのかと思ったら私検索したらグリーン席はスカスカなんですよグリーン車スカスカで3割ぐらいしか埋まってないんですよね確かにグリーン車って高いと思いますよ 5,000円とか場所によっては1万円プラスアルファで払わなくちゃいけないと思うんですけども別にこれ毎日じゃないじゃないですか今回だけじゃないですか今回だけまあね損したと思って5,000円とか1万払って快適な空間で悠々と帰るのもいいんではないかなと思いましたし JR の方もグリーン車をねもっともっと進めるべきだと思うんですよこういう時には。で私は結局スマホでグリーン席を取って悠々ともう時間の余裕とね 心の余裕ともう本当にこう変えるわけですよね。別にお金があったからってわけじゃないですよ。お金がなくてもあ、今日はまあ痛いけど、5000余計に払ってグリーン車乗るかみたいにね。そうした方が早いわけですよ。うん。予約も早いし、席が決まるのも早いし。まあ快適なね。時間も過ごせるってことでいいことづくめだなと思うんですけども、一回たりともグリーン車とかって選択にはならないのかなと思っちゃったんですよ。 お金がなくても別に1回ぐらいもう災害時に1回ぐらい5,000円払ってね5,000か1万か分かりませんけどであの座るっていう選択をしたら並ぶ必要もないし何か早いんじゃないかなと思っちゃったんですけどねで私グリーン車に乗って帰ったんですけど相変わらず半分以上空いたままでしたねで自由席の方を降りた時に見たんですけどものすごい人が降りてきましたねうん別にこれは貧富の差でも何でもなくって うんまあ、ちょっとした発想の違いなんだよないかなと思いましたね。そういうことが今回の台風災害でね、交通・公共機関を使って気づいたことです。まあ通常私はそういう天候の悪い時ってのは外出しませんので気づくことがなかったんですけどもね、想像するだけだったんですけども、うん、実際に自分が体験してみると、想像の通りだったかなというところでございました。うん、まあ本当にね、あのー、私もそうなんですけども、インターネットを使うことによって、 まるるででで違うう人生を進むこととができんんだなと思うんですよでインターネットで何かしたいっていう方の大半がインターネットを使うんではなくてリアルなことをね今まで旧世代的なことをやっているのかなと思いますし情報権はテレビだったりするしなんかね選ぶもののセンスをやっぱ高めていかないといけないなということとこういう発信においてこう、ね、見た人聞いた人が。 ちょっとでも気づいていただければ、その人はちょっと選択広が選択肢が広がっていいんじゃないかなという風に感じてますけどもね。はい、では今回は以上です。